盤面がもう映すということなのでね、はい、これ準決勝の模様、お、細川優也さん対市川由紀さんの試合、もうデッキはもう出てますね。そうですね、はい、細川優也さんがドレッジ、はい、市川由紀さんが青白コントロールということで、もう2人とも著名なプレイヤーで、2人とも現在シルバーレベルプロの対決ですね。おお、これはねもう、はい、視聴者の、ね、皆さんね、知ってる方はおおってなると思いますし、初めて見るよって方はね、まあすごい有名なプレイヤーっていうのを覚えていただければと思います、はいはい、ちなみにこれドレッジ、はい、どういうデッキか教えてもらってもいいですか。はい、ドレッジというデッキはですね、はい、あの発掘というキーカードがありまして、あのキーワードがありまして、はい、1枚カードを引く代わりに、うん、そのカードを痴漢という能力なんですけども、うん、墓地にあるドレッジ発掘カードを引くと、はい、引く代わりに墓地に落としていいんですよね。だから、うん、ほうほうほう、墓地に例えば発掘カードがあって発掘3って書かれているカードがあるときに、うん、カードを1枚引くと、うん、カードを1枚引く代わりにその発掘っていうカードを手札に戻す、うん、なるほど。その代わりに、墓地、ライブラリーから墓地に3枚落とす。パターン的に言うとどんどん墓地が超えていくデッキなんですね。1枚引く代わりに3枚墓地が落ちる。ほうほうほう。でどん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 墓地が超えていって、うん、墓地から、クリーチャーたちですね、包合体ですとか強制付き、はい、あとナルコンエヴァといったクリーチャーたちが盤面にバッと並んで、わらわらわらと、はい、まあ、3ターンキルもしくは4ターンキルぐらいのかなり高速コンボデッキ、コンボというか墓地デッキですね。あ、早いですね。あ、はい、こういった感じでね、カードのね参照があると思うので、皆さん、はい、ぜひテキストを読んでいただければと、はい、お、コメントでも青白ドフリで腐ってコメントありますけど、そうですね、どういうデッキでしょうか。青白コントロールはすごい古典的なカウンターと除去で盤面をしのいで、精神を刻むものジュースとはテフェリーですね。皆さんお同じかもしれないですね。ドミナリアの英雄テフェリーで、まあ、掌握していくデッキなんですけれども、はい、最近の、青白コントロールは今のモダンですね、うん、あの上位のデッキがイゼットフェニックス、はい、もしくはドレッジといった墓地を使ったデッキが多いため、はい、最近、青白コントロールには墓地対策が目に入ってるんですよ。お、なるほどなるほど。でこの市川さんは、大祖師の遺産、はいはい、1マナのアーティファクトですね、うん、こちらが、メインに複数枚入っているため、うん、まあ、そこを引けるかどうかがメインボードの注目点になると思います、うん、なるほどなるほど。3枚かな、はい、4枚ですね、うん、お、4枚、はい、なんでメインからサイドボード後に近い形ではあります。うん、なるほど。じゃあもう、はい、相当墓地対策は意識してというところですね。そうですね。なんでこの特に、市川さん、本さん、お互い多分デッキをお互い知ってるので、はい、特に市川さんの方はこの大祖師の遺産が初手にあるかないかで、まあ、離岸基準が変わると思います、ね、なるほどなるほど。で今7枚で、まあ、市川さんはキープしてるので、つまりはっていうことですね。つまりはあるぞと、あるぞという形だと思いますね。うん。で対する、細川さんは今マリガン中というところですね、はい、マリガンというのは手札の英会をやってるところです、はいはい、ドレッジというデッキがですね、あの墓地に落ちたら何かするっていうカードが多く含まれているため、はい、比較的あの手札に来たら無駄なカードが多いんですよ。なので少し、マリガンが他のデッキより多いデッキとなってます。ただしマリガンには強い、強いと全然マリガンしてもやれちゃうよと、はい、さあこれキープしましたよ、はい、はい、さあライフをメモメモというところで、こちら先行は、どちらになるんでしょうかね。確か上位通過は細川さんですね、はいはい、細川さんが3位通過で市川さんが6位通過ですね。あ、なるほど、そうですね、ありましたね、はい、ということで細川さんの先行でスタートしそうです。さあもう皆様はねコメントでいただいてますけども、青白コンはもうドレッジにはだいぶ不利ということ、はい、周知の事実ということで、そうですね、メインボードは基本的にあのドレッジ側が盤面をもうぐちゃぐちゃにして、あのいくら週末ですとか、はい、あの思考の表記といった全体状況を打ってもリカバーしてくるというのが、まあ、ドレッジというデッキの強みなので、わあ、じゃあどういった展開、この不利を市川さんがどう、そうですね、まあ、覆していくのかっていうのも注目ですよね、はい、この4枚の大卒の遺産がもう完全にキーカードですね、うん、あ、そうです、マリガンは、バンクーバーマリガン、今まで通りのマリガンですね。そうですね、はい、なので細川さんの戦術はどちらでしたかね。細川の戦術は上だったような気がします。はい、なるほど。だとしたら欲しいカードがだと今細川さんの手札見た目、フェイスレスルーティング進行の手物あさりと、はい、発掘カードが手札に見えるので、あの上置いたとしたらおおむね土地かな。あ、なるほどなるほど。あの2枚目の土地は絶対に欲しいので、このフェイスレスルーティングというのもよく見ます ね最近進行の手物あさりは大暴れしてますね。大暴れしますね、はい、さあ1ターン目ゲームスタートです。はい、早速お約束通り土地でしたね、はい、進行なき物あさりで2ドローして2枚捨てると。蒸気口と引いたのが
ロームですね。浄土からの生命。そして細川さん、これベストですね。青白子に対して、はい、早いターンに黒子を作るのが大事なので、今しかし1枚はドレッジカード落としたと。はい、ゴルガリの共感等を落としていきました、はい、難しいですねここ。人によっては、あの今強血鬼と一緒に、はい、包合体を落として2ターン目にランドセットして5点クロックを作る人もいると思います、はい、ただここはやはりあの発掘をつなげることを優先して1枚は落としたと思います。なるほどなるほど、はい、そして細川さん、ブームアートです、ね、これがドレッジという、はい、これが先行の有利ですね、やっぱ。後手だと市川さんの大卒女子さん、2マナかかるんで、先手だと間に合うんですけど、後手だともう市川さん、もうこれ大卒女子さんしても間に合わない。もう、7点か。おなんとミラクル、細川さんも前のめりに。マジかと。マジかと。いや、正直もう市川さん、で大卒女子さんあってももうやばいような盤面だったんですが、これで週末6マナかかるんですけど、奇跡という効果で1マナでね、はい、トップにあったらいけちゃうよと、はい、そうですね、もう持ってる市川って形ですね。さすがで見せます ね。そして細川さんはもう1点かなり不利になりましたね。その墓地に、今強血鬼と包合体が3枚下に行ってしまったので、はい、ちょっとこれから攻め手を遅くなっちゃいますね。はい、さあライブラリーの下の方まで送り込まれてしまいましたが、はい、まあフェッチランド等でシャッフルしていくのか、はい、どんどんペイ2していきます。はい、基本的にあの市川さん、青白コントロールの方が、はい、廃墟の地、そしてルケへの道という、はい、基本地をサーチさせるカードがあるので、このマッチは細川さんはなるべくギルドランドを持ってきて、はい、基本地を温存するのが基本戦略。なるほどなるほど、まあ、ライフも痛くてもいいですしね。そのサーチできなくなっちゃったりすると大変ですもんね、はい、かなり大きい差が出るので、さあ鳴子名馬11飛行というクリーチャーが、戦場には出てます。先ほどの、ね、盤面と比べたらだいぶ脅威が減りましたけども、はい、寂しくなっちゃいましたね、今フラッシュバックで今2枚してるところですね、はいはい、さあフラッシュバックでは墓地から、唱えてもいいよという信仰の木物あさりの効果ですね、であのドレッジカードである匂い草のインプ、はい、そして、クリーチャーが墓地から場に出ると後から帰ってくる包合体、はい、秘蔵の包合体、かなり、まあ、いいディスカードですね。まあ、こういった感じで、まあ、ミラクル、まあ、週末で、まあ、対処されましたけど、どんどんまたリカバリーしてくるという、はい、そして市川さんは大阻止の遺産を持っているのかいないのか、どうでしょうかね。7枚でキープしたので持っているのかなと思っていたんですが、もしかしたらないかもしれませんね。さあここ浄土からの生命、はい、はい、墓地から土地カードを回収、はい、回収していきます。これがこのドレッジデッキの強みですね。どんどん土地も伸ばせて土地を置くとクリーチャーが返ってくる、でどんどん手札が溜まるんですよね。なんか燃焼というカードの、その、まあ、フラッシュバックの種にもなったりとか、はい、しますもんね。もう最後の方には7点8点という土地から燃焼を打って勝つことがかなり多いですね。さあライフは15対19と、はい、さて一度は奇跡をしたものの、またもう6点クロックです、ね、すごいですね。これがドレッジ強いデッキの強みですね。さあ奇跡を起こしてもなおこの盤面を築いてしまうこのドレッジ、はい、さあライフをガンガン詰めていく細川さんは手札に燃焼がありますが、大阻止の遺産が食らいたくないので、はい、なるべく手札に温存して勝つときに、1マナで X0 で打ってフラッシュバックってやると、はい、大阻止の遺産を挟むタイミングがないんですよ。なるほどなるほど。なのでずっと手札に温存しておくのが基本となります、ね、あの燃焼は。じゃあ下手に打たずにここだという正気の時に使うといったところですね。捨てちゃうとやはり大阻止の遺産ですとか手が的に食らってしまうので、なるべくずっと手札に持っておきたいですね。なるほどなるほど。さあパストゥエグザイル、こちら流刑の道で、秘蔵の保護隊対処されます。追放です。墓地には戻らずと。さあなんとか耐えの姿勢で自分のペースに持っていけるか市川祐希選手。さあここでジェイス登場と、はい、市川さんのリスト今回特別なのが、はい、なんとこのジェイスが4枚入ってるんですよ。お普通3枚ぐらいなんですね、はい、このジェイスってカードで話に伺ったところ、はい、もう今回このミラクルというデッキを、ジェイスとターミナスのコンボデッキだと考えているから4枚ずつにしたって言ってました。あ、もうパーツとして必須だからと。そうですね。ほーよく1枚目は使い捨てるんですよ。普段に来ちゃった週末を上に戻すために1枚使い捨てるんですけど、はい、その確率をより上げるためにどうやら4枚思い切った構築ですね。なるほどなるほど。さあこのジェイスで押し返していこうと市川祐希さん試みますが、落ちますね。どんどん肥やしていきます、はい、
細川さんも一番最初に週末であの氷結期と氷結期と混合体下に行ったんですけど、はい、フェッチしてるので、はい、またライブラリーが混ざって濃くなってるんですよ、ね、なるほどなるほど、で今回もほら混合体落ちましたね。あ、本当だ、さあ一気にジェイスにダメージを与えていく。しかしここはもう仕方ない。ああ、なるほど、燃焼で、はい、赤 XX なので5マナで2点ですね、はい。さあお互い主導権の握り合いをしておりますが、ここは市川祐希さんのターン。さあ4マナライフが食い違ってないかって話をします。今ライフいくつ？ちなみに今一応この今回回数では、あ、ランドセットの回数合ってるって話ですね。あ、なるほど。どっかで2回置いちゃったかもしれないってこと。いや、このターンかな、多分ですけど、市川さんは俺毎ターン置いてるから土地1枚多いんじゃねって今話してます。という予想です、ね。なるほどなるほど。さあここでダブルセットランドがあったのかどうかと。あの流刑の道を打ってるので合ってるんじゃないって今話してます、ね。なるほどなるほど。なんで細川さん、あの土地6枚なんですけど、はい、手札から置いたのは5枚なんで、1枚あの山が、その流刑で持ってきた土地ってことですよね。はい、ね、なんで今それを話し合ってますね、多分。なので、あ、大丈夫じゃ、いや、リソースを数えてるけど多分パスを忘れてるかな、これは。さあ今頼むジャッジの方がね、今そうですね、墓地を見るんだ。まあ多分そういう話だと思いますけどね、これは。まあすぐ解決するでしょう。さあまあこういう時はね、困ったらね、ジャッジをすぐ呼びましょうということですね。はい、そうですね。この土地を置こうと、はい、してるところですけども、はい、皆さんもやはり悩んだこと、なんか少しでもね疑問に思ったらとりあえずジャッジを呼んでみるのがいいでしょうね。いや本当そうですね、自己解決して、はい、後からほつれても、ね、しょうがないですからね、はい、しかしこれは、墓地の流刑の道を忘れてるんじゃないか、ん、大丈夫かな、え、全部巻き戻りそう、どうなることやら、ちょっとわからないですが。さあ一応、いや、あれ、あ、山を見てる、山を見てますね。あ、山見てるので、これは、いや、ちなみに置いきすぎてないはずなんですが、細川さん先手で、はそうですよね、やっぱしいいじゃん、はい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 、はいはい、ごめんねごめんね、はい、解決しました、よかったですね、円満解決でございます、まあ、最後は笑ってれば OK ってことですよね2人とも気づいてなかったので、はい、はい、ということで土地の枚数は大丈夫です、はい、大丈夫です、5ターン目です、はい、大丈夫でした、はい、多分2人ともちょっと笑ってそうですね、 今のアクション的、あ、そして市川さんの手札ありません、あれが、何が、あ、あ、気のせいかな、今大差しの椅子さんも、いや多分もう見えましたよ、見えましたよね、はい、あったように、はい、さあここでキーカード来ました、はい、これですね、大差しの椅子さん、しかし細川さんもさすがですね、手札にこういったことをケアして手札に割と発掘カード、浄土からの生命とか、匂、はい、い草の陰符、あとはゴルガリの教官かなっていうカードを持ってはいるので、はい、墓地に落とせれば、なんとかね、さあこれが大祖師の遺産、右側に出てますけども、墓地のカードを追放するようなアーティファクトですね、はい、ここからが難しいですね、そして通常ドローに切り替えました、はい、発掘はせずにと、はい、これ発掘して、例えばこれ本当は落としたかった包合体ですとか、はい、凍結機とかが落ちちゃうと、追放されてしまうんですよね、なのでここは一回通常ドローに切り替えて、細川さんは、あの大祖師の遺産で追放された後に自分から捨てれるように、それこそ今信仰なき物あさりですとか、安堵から、安堵の再開をしたいんですよ、なので、あ、これっていう形ですね、そういう今プレイ心理といいますかね、はい、このトレッジはいつ通常ドローに切り替えるかは結構難しいんですよ、そこで今熟練度が分かれたりするわけです、はいはい、そして出た、さあ素出し素出し鳴子メモ手札から、
昔はたまに入ってなかったんですけど、最近はこの蒸気口が1枚入っていて、まあ、手札に来てしまった鳴子メーバーとかを出せるようになってるんですね、はい、うーん、こういったマッチアップだとこのいわゆるゴミビート、はい、偉いんですよ、偉いですよね。ちゃんとダメージを与えていきますからね、言うて。ああ、で細川さんの方はこの3枚は知ってるよって、うん、まあ、公開情報だからっていう。あ、はい、ここでリムーブされていきました。おいということで、これもまた週末、ね、まあじゃあ今このエンド前のレリックだからというふうに見えますが、まあ強いターンドローしても普通に奇跡だったので、やはり4枚入れているここは、これはやっぱ強みになりますね。うん、しっかりコンボを決めてるというところですかね。はい、はい、右の方は市川祐希さんですね。はい、はい、そして市川さんとしてはなるべく早くゲームを終わらせたいので、うもう殴りました、ね、おー、殴り、展開の列中でもう殴りに行くと。はい、あの 細川さん、ドレッジ側は、はい、ああいった一応いわゆるミシュランランドに触る術がないので、うーん、さあ、こう叫び図の船、これもね、あのディスカード手札から捨てなくても直接墓地に落ちてるので、お、いい落ち方ですね。さあ、ここでインプと進行だけ、はい、物あさりが押していきます。でこれフラッシュバックすることによりまた墓地が超える、うん、うん、さあ対応して、はい、今あのインプを守るためにフェッチを切ってって形ですね。こういう細かいところ、お互いともすごい丁寧ですね。うん、さあお互い熟知し合ってのとプレー。さあコメントとかでも、ね、最近青白が増えてる理由がわからんというコメントもあったりしましたけど、なるほど、はい、青白コントロールは、比較的イゼットフェニックスですとか、そういったビートダウンデッキに強いデッキなんですよね。うん、なるほど。あとは、人間、五色人間が最近また復権してきているのもあり、青白コントロールは割とポジションが良くなってますね。ああ、なるほど。そう、ハイより恐怖持ちましたね。お、これで、やはりその、ギルドランドでペイツしていても、あのチルですね。ハイより恐怖でどんどんまたゲインができるので、安心かな、はい。ライブラリーから墓地に落ちると、まあ、3点吸えるって感じですよね。はい。2枚のディスカードが難しい。さあここでまた浄土からの生命。今のところどちらが有利とかってありますか。そうですね、一応細川、いやこれはもう市川さんの方が有利ですね。うん、もう市川さんがちょっと市川さんの方が余裕ができてきたのと、ちょっとライフがまだ詰め切れてないので、うん、あと、ちょっとカウントしてなかったんですけど、何枚クリーチャーが追放されたか、はい、ここからやはり先ほどみたいに、凍結器と縫合体で盤面を立て直すのに時間かかっちゃうんですよね、はい、その間に市川さんがこのミシュランドを殴りながら大卒の遺産で牽制するっていう形になるんで、うん、これです ね、このミシュランド。市川さんもこのゲームが基本的には自分が不利なのを理解するので、はい、なるべく詰めますね。うん、ゲームを短くしたい。さあ6対11ライフ。さあこの展開の列中、44のクリーチャーにして殴ってきます。なるこめば、さあ落ちましたよ。ここで今、市川さんは、方向体もあり進行なく物忘れもので、あ、強いので、そうですね、墓地で通用しました。はい、かなり今いい墓地だったので、もう大阻止のこちらの遺産で、はい、もう全て追放しに行きました。そしてもうドレッジ第二の技、あ、落ちていきません。3点。このハイより恐怖が強いんですよ、結局もうゲームをやれば全部掘れるので、はい、もう12点ドリーンが約束されてるんですよね。確かに長くなればなるほど。さてこの青白ミシュラも止まりましたね。さあ飛行クリーチャーを並べて止まり、市川さん今週末2枚入れませんでした、手札に。ってことは4枚もう引き切ったみたいな感じですね。そうですね、もう2回打ってますから、はい、さあ浄土からの生命を追放してきます、はい、これ3枚目のレリックかな。うん、そうですね、2回追放してるので、お母さんもマジかよみたいな今リアクションだったんで結構今その浄土からの生命追加の追放するの悔しそうでした、ね、いや、じゃあなんとか市川さんのライフ、はい、6とかにしちゃえば。そうですね、ハイヨル恐怖の、あの手札にもあるので、細川さん、手札に素引きしたハイより恐怖を持っているので、最終的にそれを手から打って、あと、うん、あ、そしてあの凍結機は走りますね。さあライフが10点以下になってますので、
さてここがチャンスと、はい、安堵の再開、はい、今市川さんの、おお、これで7点かな、すごい、おすごいですね、ドッジのこの勢いというか瞬発力すごいですね。すごい、こんだけやってもまだ勝てない、やはりこのドレッジの自力の強さは今感じましたね。いや、だいぶ墓地、まあ、追放したりとか対応しましたけど、はい、これでもまだなおいけちゃうんですね。そうですね、やはりその瞬発と離陸は引いたんですが、市川さんから勝ちにいけなかったんですよね。あれが途中で例えば、もうジェイスやってフェリーがもう一枚引いてれば盤石になったかもしれないんですけど、はい、そうですね、やはりこのドレッジというデッキの火力の高さ、いや、そうですね、何もない盤面から3点ドレインして、3点ドレインして、強血鬼が速攻で走るっていう、コメントでもだいぶ阿鼻共感としてますけど、あとは週末はどこまで行っても墓地に行かないじゃないですか、はい、ライブラリーの下に送るので、シャッフルすると結局また2-1と3-3戻ってくるんですよ、いつかは、はい、なのでうまく あいつらを抜けの道できなかったのが市川さんとしては辛いですね。なるほどね、週末だといつか帰ってくる、しかもガンガン掘っていくからそのいつかが結構早かったりするわけですもんね。市川さんそこを切らさないように手札をその発掘カードを墓地に捨てすぎないように調整してましたね、うん、なるほどなるほど、どんだけ遺産されてもちゃんとリカバーしてたので、じゃこれ今サイドボードとなるわけですけども、はい、市川さんはどういったサイドボードが、はい、市川さんは、サイドボードに入っているカードとしてまず外科的適質ですね、はい、あとは、展開の粛清、はい、ここまではまあほぼ間違いなく入れるでしょう。そしてあとはゲームを短くしたいのでこのライラ、はい、黎明をもたらすものライラと悪山の天使まで入れる可能性があるかなという形ですね。なるほどなるほど、クリーチャーを足してて、はい、まあ、勝つようにすると、で、まあ、減らすとするとそうですね、まあ、テフェリー、ジェイス、青命令みたいな少し重いカードを減らす可能性があります、ね、うーん、あとはそうですね、まあ、ベンディリオン三人衆ですね、はい、絶対にできますね、うん、3マナ3一飛行じゃないですか、はい、まあ、ナルコメーバと相打ちになっちゃいますしちょっと寂しすぎますね、それは。これ相手をターゲット対象にとって言うっていうと、はい、まあ、墓地にあと手札から1枚送るじゃないですか、はい、ドローを発掘に置換されるんですよ。なるほど友情コンボ、もうアシストするなのでベンディリオン三人衆は間違いなくさよならしますね、はい、っていった形ですかね。なるほど、レストインピースとか入らないんですかという。そうですね、まあ、市川さんの場合はメインに4枚の大素子の遺産、はい、サイドボードに、外科的テキスト、まあ、すでに6枚あるので、はい、まあ、必要ないという判断でしょう、うん、なるほど、もうそんな過剰にとサイドを避けないと。そうですね、あの大素子の遺産は比較的いろんなデッキにあの、はい、ドローもついてますし、いいんですけど、ちょっとこの、リップ安らかなる眠り、はい、は狭いんですよね。端的に言うとあの聞くデッキが少ない、はい、本当にこのドレッジぐらいにしか当たらなくて、ちょっと今サイドボードの枠を取りづらい、うん、なるほど、専用サイドになってしまうので、う、まあ、こんぐらい市川さんぐらいそのサイドから4枚入ってるようであれば、まあ、ちょっとこれ以上はいらないだろうと。自分の収賞とかも相性悪いんですね。なあ、確かにそうですね、はい、墓地利用しますもんね自分の、はい、そう、細川さんから見ても多分メインからレリックたくさん出されたので、きっとこのレストインピースはケアしないんじゃないかなと思いますね。さすがにそこまではやらんだろうと、はい、で細川さんのサイドボードは、はい、そうですね、イニシエのイコン、イニシエのイコン、はい、これが一番、大素子の遺産に対して強いので、まあ、破壊して、ね、対処できると、はい、手札から打ってもいいですし、墓地に発掘しながら相手の遺産に対して自分から、基本って大素子の遺産って相手が主導権を持ってるんですけど、はい、これは自分から割らせに行けるんで、はい、使えよ、じゃあ使ったね、なるほどなるほど、みたいな自分から動けるので、このカードは絶対に入れますね。あとは普段だと入っている暗殺者の戦利品とかが入っているので、はい、あまり入れるものがないですね。あ、まあ、この稲妻の斧もしかしたら、まあ、ライラとかを知ってれば入れるかもしれない。ただ知らないと思うんですよね、基本的には。じゃあまあ入ってこないかなっていうところなんですかね、そうですね。なので基本的に、細川さんは
あとは、まあ自然の要求ですかね、まあ、その安らかなる眠りは入ってないだろうけれども、まあまあまあ、遺産も割りたいんで、まあ、入れとくかみたいな。そうですね、まあ、はい、2本2枚だけよりは、んただあれだな、うん、1本目勝ってるんで、多分細川さんは1本目勝ってる分2本目は様子見できるので、最低限しかサイドボードせずに爆発力を優先するパターンもありますね。なるほどなるほど。じゃあこれサイド後、この有利不利で言うと、はい、だいぶ市川さんが良くなるかと見せかけて、まあ元々の相性がそれほど良くないので、まあそうですね、でもまあ全部ライラベインスレイヤーまで入れて、まあ、まあそれで五分ぐらいかな。うん、しかもそれも引けてっていう形ですもんね。どうしてもあのドレッジっていうデッキはかなりデッキ全体がシナジー、はい、もういわゆるコンボの塊なんですけども、はい、アオシロコントロールは役割が違うカードがたくさん入っているので、少し要求値が高いんですよね。さあ2ゲーム目スタートしました。氷河の城塞スタート、うん、土地がないのかな。ああさあなんとかこう青白フェッチランドを引けたみたいな感じかな。そうですかね。さあこのまま細川さんが取ってしまうともう終わりということで、うん、そうですね、うん、で細川さんはまあドレッジって比較的まあマリガンが多いデッキですが、まあ、うまく7枚でキープできたので割と余裕があるかもしれないです、ね、はい、市川さんはまあマリガンを1回してると、はい、しかし手札はそれなり強くないかな。ジョードからの生命があるぐらい、うーん割とコメントでは2手目は遊びと。そうですね、3手目先手で勝ちはいいしと。サイドボードでも全然入れてないですね。いやネイチャークレーム自然の要求も入れてないので、おおむね遺産と水尾かな、水尾入れてるかもしれないですね。あ、突然の、はい、突然の水尾の方があの自然の要求よりも、はい、まあ、カウンターされないので、うん、そうですね、うん、基本的にこの自然の要求は、まあ、その力戦、いわゆる国有の力戦とかにも当たるっていうので入れることが多いんですけど、はい、まあ、相手のサイドボードがある程度知ってる状態なら、まあ、いいですね、こっちの方が。そうですね、ディスカードしていいみたいな感じかな。違うか、ここはジョードからの生命を打ってと、はい、難しいですね。今回収すべきだったのか怪しいですね。ちなみに、あ、その土地2枚、はい、うん、あ、土地今1枚、いや2枚回収したかな、2枚回収したと思うんですけれども、はい、ジョードからの生命1枚にしておくとダイソースの遺産タップだけで追放されちゃうんですよ。うん、なのでもしかしたらフェッチ今ボタ、あ、ディスカードか、あ、なるほど、あ、よかったよかった。そうですね、 あれ1枚だけにしたくないんですよ。うん、こっちを2枚回収して1枚ですか。うーん、ですね、なるほどなるほど。さあ手札にはさあ大阻止の遺産があったり、うん、なるべくね、そう、これ遺産、はい、こちらでタップで1枚、はい、でここから細川さんの方はもう目の前に遺産が見えているので、こまめに少しずつドレッジして少しずつ有利、あ、今要求入ってましたね。自然の要求は入れてましたよと。さあ相手のアーティファクトに対策するようなエンチャンで対策するようなカードも入ってます、はい、スライファーお互い16対16、何減らしてるのかな、まあ基本的に墓地デッキに対してはこの叫びつの笛を減らしたりとかする形が多いんですが、はい、うん、さてこれは素出しですね。おお3マナ33、殴るぞと、やはりここもやっぱ蒸気孔の強さが光ってますね。あ、やはりサイドに入った展開の粛清、はい、黒か赤のクリーチャーを追放すると、あ、パーマネントなんですよ。あ、パーマネント、はい、なので血染めの月ですとかグレン、グレン術師の昇天とかそういったパーマネントも触れる、かなり、モダンでは優秀なサイドボードですね。グッドサイドですね。お、さあジェイスも登場と、はい、もうプラスが1000でいいからどんどんドロー。さあ0で3枚引いて2枚を望む順番で戻すと、さあいわゆるブレインストームですかね。そうですね、ブレインストームやっぱジェイスいつ見ても強いですよね、はい、ちょっとオチが寂しいかなぐらいですね。さあ11鳴子メーバー飛行が出てきます、
出ると嬉しいんですけど、できればあの方向体と一緒に落ちてほしいんですよね。セットで出てくるようにしたいですもんね。はい、へその秘蔵の方向体というのはその墓地に落ちたときに他のカードが場から戦場に出たりすると、そうです、ね、終了ステップの時に戻っ、はい、タップ状態で出てくると。そうですね、なんで、まあ、基本的には慣れ込めば、もしくは、強血鬼が墓地から場に出ることによって、誘発して短縮路地に帰ってくるっていうのが基本ですね。ただ先ほどみたいにサイド後はもう素出しすることもあるぞと。ほう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 、燃焼からのジェイスを殺し、さあ倒しに行くと、倒しに行きましたね。そしてお、フルタップの突きをついて、ちゃんと対処していきますね。さすがですね、この一瞬の隙で、まあ、今市川さんがすごい有利だった盤面を一瞬で覆しましたね、はい、有利から自分が不利だったのをもう有利ぐらいに持っていった感じですか、はい、そうですね。ただここで大須さんの2枚目があると、あ言ってたら今そのジェイスを倒すためにかなりリソースを使うでしょうので、こっから立て直すのはさすがの細川さんも厳しい。どうだ、割って土地を持ってきてから追放かな。いつ追放するかですね。ここ難しいですね。さあどういう選択を、何もしないかな。基本的に、発掘した後に追放すればいいので、はい、誘発してから市川さん側から追放する必要は基本的にはあまりないのかな。いや今確認してます、墓地来いやん。あるとしたら浄土からの生命を追放したいから今やるかぐらいですかね。さあ、まあどうぞと。発掘カードの中で浄土からの生命だけ自分から墓地に落とせるんですよ。墓地に土地がなくても打てるので、はい、じゃあこれ以上とかの生命を今唱えていきまして、はい、で曽川さんの手札なんだろうな。ハンド見えてないのは1枚ですかね。何か多分発掘カードをキープしてると思うんですけど、そのやはりこういった事態をかとケアして多分捨てるカード、はい、もしくは発掘カードを手札に残してると思うので、細川さんのこの1枚気になりますね。さあ自分の盤面ないしアドバンテージ有利にするようなカードかどうか。あ、アンドの再開かな。さあ安堵の再開カードだ。赤いカード見えますね、残り1枚のカード。あ、違った、ルーティングだ。あ、ルーティング、はい、ルーティングを手札に、まあ、ちゃんと持っといたってことですね。信仰なき物あさり。さあプレイしていきます。さてここはさあ難しい、市川さんも難しい、まあ、基本的には市川さんがここで追放はする必要はないですね。これ解決した後に誘発すると、はい、この物あさりごと追放できるので。おお、なるほど、そっちの方が。そう、もしくはあ、でもあれか、浄土家の生命が手札に戻るの嫌がりました、ね、そちらの方が嫌だということで、はい、ドレッジカードが手札に戻ってしまうのを嫌がって捨てたという形ですね。ここは結構お互いの駆け引きがありますね。さあ強血鬼が墓地に落ちました、はい、さあ上陸の効果で場に出てきます、さてもう細川さんは墓地にもう発掘カードがないですね。発掘カードがないということはそのドレッジの良さが全く出ないという、出ないということですねさあさらにまたジェイス、あ、ついに相手を封印しに行きました、まあ、ここは、まあ、渦巻く知識するとして、はい、ジェイス落ちちゃうので、はい、1回プラスと。でこれ相手をやってでもうこれ使えよなっていう形ですね。山もう多分ギルドランドがないのかな。そうですね、多分これが最後の山だと思いますね。基本的にドレッジは山が2枚しか入ってないので。そうですね、あ、本当ですね、はい、2枚しか入ってない。地の墓所2枚、踏み鳴らされるうち2枚、蒸気口1枚、山2枚が、まあ、ベーシックな形なので。さあ燃焼を唱えて、はい、ジェイスを倒しに行きました。市川さんちょっと辛くなってきましたね。この基本的にこのターンのジェイスは帰ってくる想定で多分動いてたはずなので、はい、なぜか、まあ、燃焼2枚しか入ってないんで、あれ2枚目の燃焼だと思うんですけどね、多分。そうですね、1回打って、はい、1回打ってますね、裏に打ってるので、はい、なのでそういった計算としては、まあ、しないじゃないですか、はい、
その確率的な、はい、確率的に考えてケアしないのでクッって形で、ね、石川さんでした。まさか死ぬとは、ちょっとやったかぐらいの難しい。ここからですね、この12対18を4点ずつで3回殴るか1回週末でしない、さあ殴りに行きました。はい、さあ8対18、はい、叫び角笛、はい、発掘ってやはり発掘カードと捨てるカードが必要なんですけど、これだけは墓地に直接落ちてるので、こういった後でも嬉しい。さあここで墓地に2枚カードを落としていきまして、まだリカバー、さらにリカバリーしますね。さあ2枚引き、発掘カードを引いたかな、ダクムーアの回収、これも、発掘カードなんで、さあ殴りに行く。3点、15かな。いやすごいですね、お互い有利になったかなと思ったら今度はもうすぐ不利になったり、かなり、いやめちゃくちゃいいゲームですね。さあ細川さん、はい、ドレッジマスターと言っても過言じゃないですか。そうですね、これはそのもう数年前に、モダン神何期かな、6期かな、7期ぐらいかな、挑戦者決定戦でドレッジで優勝したこともありますし、でためにためた週末でライブラリーのボトムに送ります、はい、さっき1回4点殴ってダメージレスするぞと、そうなると細川さんもダメージレスするために出す、そこを流す、美しいですね。はあ、市川さんの手札は否認と、あ、外科的適出、ああそうですね、今、市川さんから見るとこの、ニオユゲさんのインプが、この転換列中でのアタックの一番の壁だったので、これはもう追放しておこうと。なるほど、じゃ列中の攻撃がもう通るように、はい、これ止めれるのナルコメーバーだけなんですよね、もうデッキに。さあナルコメーバー2枚、はい、3枚と。そうですね、でたまに、発掘の、ドレッジの人によっては幽霊街ですとか、はい、地盤抜きは入ってる方もいるんですけど、細川さんは入ってないので、こうなると展開の列中ビートが止まらない、止まらないと。あとその3回ですかね、はい、だからその3点ドレインがあるので、打った。さあハイヨル恐怖をさあ手札から打っていきます。はい、そうです、井川さん、あの井川さんです。はい、この井川です。はい、その井川さんです。お願いします。さて、ライフが、細川さんが3点減したから11かな、11対10とかな、かな。さあさあ殴り始めました。白コントロールの強みはここですね、土地がフィニッシャー、さあそれに対する細川さんは今この土地に関与できるカードがないという状況か。そうですね、そして多分蒸気口が、確か、廃墟のうちで途中で割られて、はい、でダイス主人さんで全部通報されたので、手札に来てしまったあのナルコメーバー出ないんです。あ、なるほど、青がもう出ないですね。あの人によってはあの宝石鉱山ですとか、はい、マナの合流点っていう青マナを出すランドがもう1枚入ってる人もいるんですけど、細川さんはそこのスロットをダクムヨの回収場、土地でありドレッジカードであるカードに変えてるので、はい、これ以上青物は出ないですこのゲームも。なるほどね、結構ドレッジ側とかでなんか結構土地のその黒黒が出ないとか、はい、なんかそういう場面動画とかでよく見るような場面がありますけど、そういう色し縛られちゃうことがあるんですね。はい、という形でもうミシュラだけで投げてきました。あ、こちらフィニッシャー展開の列中、これが見事市川さんに一本もたらしました。はい、うん、すごいなかなかいいゲームでしたが、やはり市川さんの大卒の人さんが綺麗に炸裂、週末もその奇跡、いわゆる奇跡で打つのだけが、はい、まあ、その注目されがちですが、はい、まあ、6マナでも打てるぞと。結構打つんですよね。あ、そうなんですね、打ちたいタイミング以外で引いちゃって手札にたまりがちなん で、 その6マナで放ったも週末が4体ぐらい持っててましたもんね、クリーチャー。そうですね、先ほどなどは市川さん1回上に多分、置いたのかな、1回ブレイン、ブレインストームしたときに置いたんですけど、はい、開始の場面弱かったんでそのまま引いてましたからね、確か。さあそうですよ、井川さんは今プラチナです。
はい、プラチナレベルになりました、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ2本目遊びだった細川さんが、さてさあ細川さんのサイドボードが気になる、あ稲妻ののは入れないかさすがに、さてうーん見えない、うん、自然の要求を何枚入れるかとかですかね。もう早々ともうシャッフルを開始しました、ね。まあ、基本的には、まあ、大卒の遺産に寄ってるので、うん、あの市川さんのサイドボードがそうですね、あのなんか安らかなり眠りじゃない分、はい、こまめにドレッジをし続けて勝つっていうのが、まあ、細川さんのプランなので、サイドボードしすぎない方がいい。なるほどなるほど、というのはありますね。うん、さあ市川さんはしっかり、自分は白青だと言わんばかりの確かにドビンバーン、 バーン、うん、ちなみに井川さんは今日神決定戦出て負けました、はい、悔しいですちなみに悔しいです。本当はこっち側にいる予定だ、 予定だったんですけど、ね、でしたもんね、うん、まさかこっち側になるとはと、うん、そうなんですよ、夢にも、まあ、夢には思っていたが310人のうち8人しかあっち側にいないため、さすがに狭きもんですもんね。このゲーム、まあ、大体負けますからね。うん、だって9戦やって、うん、7勝1敗1分け、厳しいですよね。厳しい、はい、しかも強い人らがたくさん出てるということで、はい、大変ですよね、はあ、あ最後クラガンシュートされて終わった。クラガンウィッチの死体焼却者に16点くらいました、どうもどうも、モダンはいろいろなデッキ楽しいですね。今日僕も7回戦2倍からだったんで7回戦やったんですけど、全部違うデッキでしたね。ああそうですか、楽しい、いやすごいですねデッキ何で出たんですかって、はい、僕は青白コントロール使いました。うーん、青白コン、そうですね、今日結構青白コンポジションいいと思ってたんで、うん、まあ、実際、ね、トップ8の、はい、多分後でこの後紹介すると思うんですけど、今日は青白コンが勝ち組となってます。なるほど、上位に何組いるかと、はい、あ711はトップ8ですよ。711はいけますと。さあゲーム3始まってます、はい、細川さんが先行、さあ先行の利を生かしてもうブンブンと、そうですね、ここ安堵の再開、1回も安堵の再開2ターン目のありますね、安堵の再開、細川さんドレッジをドレッジさらしめているカードの一つ、捨ててから引くので、捨てたカードがドレッジカードだと、今勢いよく引いたのはあれなんですよね、手札にドレッジカードなかったんですよ今見た目。なるほど、でここでドレッジカード引けって言って今、上手からの攻め引きましたから、ね、うん、さあここでまたフェッチを切っていきます、うん、赤青かな、赤を持ってきとくか、赤黒で赤身の2枚、うん、さあここからどういう動きをしていくのか、うん、まあ、まあ、なるこめば、あ、違うか、あ、いや、てか、あ、持ってましたね、失礼しました。ニューギさんのインク一番後ろにあったわ。お、あ、ありましたね。はい、ということで、これ、ベストムーブです。結果、ベストムーブということで、1点。このターン、最高で15枚めけ、あの、墓地が増えるので、恐ろしいですね。はい、こっからの、あ、そして、あ、外科的適質が、市川さん持ってますね。さあ墓地対策をする、見た目、ルケの道終末、青いカード、うん、外科的謎めいた命令に見えるかな、うん、呪文はめかな、1枚はさあ2マナの呪文を打ち消すという、はい、呪文はめ、まあ、ここで悩むと、まあ、外科的テキスト持ってることが分かると、うん、でここで今匂い草のインプに打つか、このロームに打つか、はい、まあ、ここですね、まあもしくは打たないっていう選択肢もあるんですね、これ実は。あ、そうなんですか。はい、あのこのドレッジというカードがデッキのキーカードがナルコメーバーと統合体と凍結機で基本的に構成されているので、うんうん、落ちたそいつらを追放するという使い方もありなんですよ。あ、なるほどなるほど、結構難しいんですよね、これどっちに打つかっていう、うん、しかし、市川さんはもう2枚でそもそもドレッジをさせないことをやりましたね。さあ一気に匂い草のインプと浄土からの生命をライブラリー、はい、さすが市川2枚しか入ってない外科的適質、初手に2枚引いている、あ2枚しかないんですか、はい、
さすがこの男できる2分の2が初手にあるなかなかないですか、ね、うん1枚は、まあ、よくありますが。じゃあここからじゃあそういうドレッチカードを抜かれてしまった細川さんはどういったそのゲームプランというか、はい、そうですね、まあ、ここで3枚引いて、まあ、その一応もう1枚アンドの再開があるので他のドレッジカードですね、まあ、少ないんですけどちょっと、ゴルガリの教官とかを引いて墓地を増やしに行きたいかなっていう。通常ドローしても弱いカードばっかなんで、フェッチを種類分けて入れる意味は、あれですね、魔術炎眼鏡ですかね、はい、あれでハマるのが嫌なので針とか、基本的なチラシ毒ですねドレッジの場合は。なるほどなるほど。さあここでもう一丁アンドの再開、氷結鬼と土地を捨てるかナルコメーバ、ナルコメーバを捨てましたが、はい、呪文ハメ、しかしここで出るぞと。はい、でもここでやっぱ細川さんとしては手札弱いので3秒したかったんですが、呪文ハメが刺さったと。やっぱりちょっと1ゲーム目に比べてちょっと盤面の勢いが寂しいですよ ね, ですね。これがやはりあのドレッジというデッキの、まあ、ちょっと負の側面といいますか、メイン超強くて、はい、基本サイド後弱いデッキなんですよね。はあ。メインは勝つから2本目3本目どっちか取らせてくるデッキなんですね。ただどうしてもサイド後に相手の持ち対策が激しいので、はい、丸××によくなりやすいデッキではあります。メインは本当に強いんですよ。いや見てそう思いましたね。すごかったですね、週末されてなんか大阻止の遺産されても粘り腰で勝ってましたからね。そうですよね、はい、そしてドレッジ特有のゴミビートきました。はい、これで勝負を決めうる。はい、しかし市川さんは土地がないのかな。ジェースがあるが、あ、土地を引いた。はい、ここで叫び角笛が出ます。はい、まあ、ここからまた細川さんはここからリカバーしていこうって感じですね。リカバリーかな。さあ、はい、ここはシュー、あ、失礼しました、ルケイの道ですね。わ、細かい、これなんでかというと、はい、先に追あの落としてここで氷結鬼落ちると、はい、このルケイの道の土地でまた場に出るんですよ。そうするとあのフェッチランドを取っておけるんですね。あ、そういう細かテクニックがあるんですね、はい、その上陸の回数というのが結構このデッキの重要なので、今特に浄土からの生命もう、ない、はい、ないですよね、はい、ないで追放されちゃったの で, されちゃったので、そうなると本当にこのランドセットの回数は有限なんですよ。もう基本この浄土からの生命で無限だったんですけど、これまでは、はい、それがそうじゃなくなったと。はい、でジェイスが出ました。ためになるな。ジェイ、そしてもう1回プラスは相手と。これも細川さんやっぱフェッチ上に置かれたとしてもこのフェッチを無駄遣いしたくないんですよね。なのですごい悩んでます。さあ今上に置かれた状態ですかね。はい、なのでこれは多分この上がいらないカードだからアップキープに使って落としますね。さあ、いいカードが落ちた。ここからドレッジします、はい、このゴルガルの教官残された数少ないカードなので、ドレッジカードとしては。さあ秘蔵の保護体が落ちたりと、はい、しかし墓地から帰ってくるカードはおらず、しかもあのどうしても浄土からの生命が追放されてしまうと、はい、この燃焼のパワーを持ちるんですよね。あ、そうですよね、さっきその土地をどんどん手札に補充したりとかできましたもんね、はい、なのでかなり厳しい状況ですね。現状市川7、細川3か、細川2、市川8ぐらいですね。わー、だいぶ不利ですね、じゃあこの盤面を盛り返すのも至難の技。そうですね、どうしてもその大きいドレッジである匂い傷のインプ、そして浄土からの生命デッキのキーカードの2種類が追放されたためかなり動かない今。なのでもうここから通常ドローしても弱いカードしか的に、はい、手札からプレイして強いカードではないので、ドレッジというデッキは毎ターンリミテッドみたいなカードをプレイして戦える状態になってしまいますね。このままだと。さあジェイスのゼロ中精度能力を使って3枚引いて2枚戻しました、ライブラリに。そしてイコンも今は何もしない。
正直プレイヤーの心理的に言うと、もう市川さん側も結構もうやったかなぐらいの、まあもうやったかと思ってますね。市川さん次の相手誰かななんて考えはしないですけど、まあまあ、そんな油断はしないんで、はい、ですが、まあ、比較的余裕はあるでしょうね、精神的に。さあそこの隙をどう細川さんがついていけるか、はい、決め手がなくともこのままいけばセバッタさん市川さんがかなり優勢ですね、はい、そのまあこれは積み込んでいたかな。さあ週末で戻されて、はい、さらちにされると、はい、レガシードもおなじみ、おなじみプラス週末、あ、やっぱ入れてましたねライダー。こういったカード、このカードほとんど触れないのでドレッジ側が、しかもダメージレースがもう早くなって、うん、ってことはもうほぼ終わりってことですか。まあ、そうですね、やはりゲームが終わる前に終わりと言いたくはないが、これはもう細川万事休すですね。うわあ、さあスタンダードやってる方もねおなじみかもしれません、はい、黎明をもたらすのライラー強いですね。そうですね、今回ちょっと細川さんのそうですねサイドボードで、あの暗殺者の戦利品が入ってないのが今裏目に出てますね。こういったプレンズウォーカーですとか、はい、ライラみたいなパーマネントに触らないんですよね、サイドボードからあまり。じゃあもう今プレンジェイスやライラになすすべない、なしか。片や土地だけ、片や神話レアですからね、どっちが強いかは。ああ、もうそうですね、一目瞭然、始めた方も分かると、はい、もうマジ無理と、なんか見てる側の人もねちょっと精神的に来てますね。もう細川さんもうだんだんちょっと手の勢いが弱くなってきました。さあ土地を置くも、はい、あとはこれ多分市川さんもしかしたら3本目だけ入れたのかな、ライラーさっき見なかったからな、どうなんだろう。細川さんとしては2本目は多分稲妻の王とか抜くんで、はい、もし2本目で見ていれば3本目にライラー対策入れれたかもしれないんですけど、多分全部イジナズモなの抜いてるので、そう安心したところに出てしまいましたか。はい、このライガーに触るすべ多分ないと思いますね。叫び角笛は相手を対象にできます、うん、けどしないっす、うん、なんかで戦術でトップに2枚置かれた時とか、そうですね、うん、あの結成の原始で上置かれた時とかにもしかしたらやるかもしれないですね、うん。あとはこのマッチアップだとその週末積み込まれてるタイミングで相手っていうことはできます。サライフは13対10と、はい、ちなみにライラとアクザンは 1-1 で入ってます。もうめちゃくちゃ強い天使が入ってるってことですね、はい、1枚ずつがベストなんですよね、基本的に2枚使うときは。なんとライラがアクザンを強化するんですよ。はあ、下の方に書いてあるなんかシミみたいのが生きるプライチされるんでうん、でまあライラ2枚だと2体出せないじゃないですか。なのでアクザンアクザンにするならアクザンライラにするのが一般的です、ね、はい。さあこちらさあライフは7と、そうですね、そして場だけでもう、おどこに殴ったか、プレイヤーかな、もう。さあここは追放されます、はい、そしてもう基本地形を持って、もう盤面がどんどんなくなっていく、強血鬼のみ、はい、追放領域の方が盤面よりカードが多いんじゃないかと。スカーさんのパーマネント少ないですからね。そうですね、謎めいた命令が手札にあります。バンジャック、はい、これは投了ということで、はい、市川祐希選手見事勝利しました。